平野翔のダンス映像が TBS でカットされた衝撃。実際、戸部の代表である滝沢秀明氏は、自社のコンテンツをファンと共に広めていきたいと公言しており、SNS での映像拡散を推奨しているほどです。最近、TBS の番組で平野翔のダンス映像が放送されなかったことが話題になっています。多くの視聴者やファンは、この出来事に対して大きな違和感を抱き、 インターネット上ではさまざまな意見が飛び交っています。ダンス界でも評価が高く、カリスマ的な人気を誇る平野紫耀のパフォーマンスが、なぜ視聴者に届けられなかったのか。その理由を知りたいと願う人々が多くいるのも無理はありません。この出来事が単なる技術的な問題や単純な見落としではなく、より大きな問題が背後に潜んでいる可能性があることを示唆する声も多いのです。ここで問題となっているのは、 単に一人のダンサーの映像が放送されなかったことではありません。これは、テレビ業界とスポンサー、そして視聴者との間に存在する複雑な力学が、どのようにしてエンターテインメントの提供に影響を与えているのかを示す一例に過ぎないのです。まず、今回の問題がなぜこれほど多くの注目を集めたのかを理解するためには、平野翔という存在がどれほど特別であるかを考慮する必要があります。彼のダンスは、 その技術の高さだけでなく、彼が持つ圧倒的なカリスマ性と表現力で多くの人々を魅了しています。プロのダンサーや振付師からも、平野翔のダンスは他の誰とも違うと称賛されるほどであり、彼のパフォーマンスが見られる機会はファンにとって極めて貴重なものです。そんな彼が選ばれたダンスコンテストで3位に輝いたにもかかわらず、彼のパフォーマンス映像が一切放送されなかったことに、多くのファンが失望し、 怒りを感じたののも当然のことです一部の報道によれば放送されなかった理由の一つとして映像使用量の問題が指摘されています。しかし多くのファンはこれに納得していません。なぜなら平野翔が所属する戸辺は YouTube や SNS でのコンテンツ共有を非常に積極的に行っている事務所でありその姿勢から考えると 今回の件で使用量が高く設定されたという説明には矛盾があるからです。実際、戸部の代表である滝沢秀明氏は、自社のコンテンツをファンと共に広めていきたいと公言しており、SNS での映像拡散を推奨しているほどです。このような背景を持つ事務所が、テレビ放送に対して厳しい使用条件を課すとは考えにくいというのがファンの主張です。さらに、スポンサーの影響も大きな議論の的となっています。 特に、平野翔が出演する CM のスポンサーであるサントリーと、今回の番組を提供した他のスポンサー企業との間に何らかの競合関係があったのではないかという憶測も広まっています。例えば、同じ番組内でサントリーのライバル企業がスポンサーを務めていた場合、その関係性が原因で平野翔の映像が放送されなかったのではないか、という見方です。もしこれが事実であれば、 エンターテインメントの提供が商業的な都合に左右されていることを示しており、視聴者にとっては非常に不快な状況と言えるでしょう。視聴者は純粋にコンテンツを楽しみたいと願っているにもかかわらず、背後にあるスポンサーシップの影響でコンテンツが制限されることは、テレビ離れを加速させる原因にもなりかねません。このように、平野紫の映像が放送されなかった理由を探る中で、 テレビ業界の裏側にある複雑な力学が浮かび上がってきます。テレビ局、スポンサー、そして視聴者の三者の間には、常に微妙なバランスが存在し、そのバランスが崩れると、今回のような不満や失望が生じるのです。テレビ局はスポンサーからの収益を得て番組を制作しているため、スポンサーの意向を無視することはできません。しかし、その一方で、 視聴者の期待にいられなければ視聴率は低下し、結果としてスポンサーの利益にも影響を与えることになります。この悪循環が現在のテレビ業界における一つの課題となっているのです。さらに、今回の出来事は、テレビというメディアそのものが抱える問題にも目を向けるきっかけとなりました。近年、若者を中心にテレビ離れが進んでいると言われています。インターネットや SNS が普及し、 視聴者は自分の好きなコンテンツを好きなときに視聴できる環境が整っているため、テレビという一方向的なメディアに対する興味が薄れているのです。特にエンターテインメントに関しては、YouTube や Netflix、さらには TikTok など、多様なプラットフォームが提供されており、視聴者はテレビ以外の選択肢を簡単に見つけることができます。このような状況下で、テレビが視聴者の期待に依頼ら,られないコンテンツを提供してしまえば、 そのの影響はより深刻なものとなもとるでしょう今回の TBS の対応については、放送局側からの明確な説明はまだありません。しかし、視聴者やファンが感じた違和感や不満は無視できるものではありません。SNS では、平野翔のファンである ILIZ ・ i イ e ー、yes、ズ、e yes、と呼ばれるグループが、一致団結して彼のダンス映像を広める動きを見せており、テレビでは得られなかった満足感をオンラインで補おうとしています。 これは、視聴者が自らの手でコンテンツをコントロールし、メディアに依存しない新しい形のエンターテインメントの消費が広がっていることを象徴しています。平野翔のファンが SNS で積極的に彼の映像をシェアし、視聴者同士でコンテンツを楽しむ姿勢は、今後のエンターテインメント業界にとって重要な示唆を含んでいます。テレビが視聴者の期待に依頼ら,られない場合、視聴者は他の手段を使って自らのニーズを満たそうとします。 そして、そのプロセスで新たなコミュニティが形成され、メディアの力関係が変わっていくのです。これにより、テレビ局やスポンサーは、視聴者との関係を再興し、新たな形のエンターテインメント提供方法を模索する必要に迫られています。では、今回のような問題が再び起こらないためには、どのような解決策が考えられるでしょうか。まず第一に、透明性の向上が不可欠です。 視聴者に対して、なぜ特定のコンテンツが放送されなかったのか、スポンサーの影響があったのか、技術的な問題が原因だったのかといった理由を明確に説明することが求められます。情報を隠したり、曖昧な説明を続けることは、視聴者の信頼を失う原因となります。特にインターネットの発達により、視聴者は情報を簡単に共有し、疑問を持つことができるため、 放送局は従来以上に視聴者との信頼関係を重視する必要があるのです。また、スポンサーシップの問題も改善が必要です。スポンサーがエンターテインメントに与える影響は大きく、時には視聴者にとって不利益な結果をもたらすことがあります。しかし、スポンサーがテレビ番組を支える存在であることを考えると、すべての制約を取り除くことは現実的ではありません。そのため、 視聴者が納得できる形でスポンサーの影響を最小限に抑える仕組みが必要です。例えば、特定のタレントの出演やパフォーマンスがスポンサーの意向で制限される場合、その理由を公に説明し、視聴者に選択肢を与えることが重要です。最後に、視聴者との対話の場を設けることが重要です。視聴者は受け手であるだけでなく、番組の成功に欠かせない存在です。 視聴者の意見や要望を聞き入れ、それを番組制作に反映させることで、テレビ局はより多くの支持を得ることができます。今回の平野翔の件を契機に、エンターテインメント業界全体が視聴者との関係を見直し、よりオープンで透明性の高いメディア運営を目指すことが期待されます。